こんにちは、七尾です。今日は祇園八坂神社前に来ています。八坂神社に隣接している丸山公園のシンボル、通称祇園しだれ桜が見頃ということで来ました。丸山公園は京都市初の都市公園、八坂神社と知恩院に隣接した桜の名所であり、国の名勝にも指定されている公園です。桜の花も咲き始めが多く、全体的には3分咲きくらいでしょうか。園内の至る所で桜を背景に婚礼写真の撮影が行われています。丸山公園のシンボル、通称祇園しだれ桜です。正式名は一重白彼岸しだれ桜、桜森16代目佐野富士右衛門氏に管理されています。
今日の街歩きは祇園丸山公園でした。ご視聴ありがとうございました。